皆さんこんにちは。オーネット結婚アドバイザーの成田です。このチャンネルでは恋愛や婚活に関する様々な情報を分かりやすく楽しくお届けするチャンネルです。今回は仕事が忙しい男性からよくある質問を集めてみましたので、そちらにお答えしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まず一つ目です。仕事が忙しくてシンプルに婚活ができない、どうすればいい？婚活する時間本当にないでしょうか？皆さんは婚活に対してどのような印象をお持ちでしょうか？1日、2日、1週間婚活に時間を割かないといけないんではないかと考えている方が非常に多いですが、1日10分そういった時間を見つけていただければと思います。例えば夜お風呂上がってから、ビールを飲みながらでしょうか、そこで10分間やり取りをする時間を作ってください。そして朝通勤は電車だったら、その中で、ゲームやってませんか？その時間を少しだけ相手探しの時間にぶつけてください。そして週末のお休みがもしあれば、そのうちの、半日デートに当てていただければと思います。丸一日時間を作る必要はありません。婚活だけを別物と捉えるのではなく、食べる、寝る、そして婚活も、生活の一部と取り入れていただければと思います。2つ目の質問です。恋愛と仕事が両立できるか心配。これはもう男性にとっては仕事が中心になりますから、そこに婚活って取り入れられるのかななんていうふうに思うのは当然だと私も思っています。ただ実際に婚活の大変さばかりを考えていませんか？今目の前に本当に素敵な女性が現れたら、その人ともしお付き合いすることになったらどうでしょうか？その女性を楽しませたいというふうに考えると思います。ですから先ほどお話しした通り、頭でっかちになりすぎず軽い気持ちでまずはスタートしてみてください。では次の質問です。メッセージはできるがデートの時間を確保できない。このような質問も多くいただきますが、しつこいようで申し訳ないんですが、本当に時間はないでしょうか？そもそも仕事が忙しいから婚活ができない、婚活をしない、その考え方をまずは改めてください。なぜなら忙しい時にお会いした女性が運命の相手になる可能性が高いです。その理由は、男性はきっと忙しい時とそうではないちょっと落ち着いている時というのが必ずやってきます。忙しくない時に婚活を始めると、それが当たり前の状況になりますので、女性は自分のために時間を使ってくれて当たり前、作ってくれて当たり前という考え方になる。そうすると忙しくなってくると、仕事と私どっちが大事なんていう話にもなってきます。忙しい時に会った方は忙しさの中で自分のために時間を作ってくれるというふうに理解してくれますので、やはり男性にとっては忙しい中出会っていく女性が運命の相手になりやすいと思います。では次の質問です。デート中に仕事の連絡や仕事をするのはなしということですが、これはもう仕事が忙しい男性であればあり得ることだと思います。デートの最初に、もしくはデートの約束をした時に、例えば連絡が入ったらごめんねとか、そういったことを伝えるようにしてください。先に仕事の可能性があると伝えることで、自分をないがしろにされたんじゃないかと、そんなふうには思いませんので、先にお伝えすることがおすすめです。最後の質問です。注意すべき言動や行動は。こちらはですね、 LINE の既読する、ここだけは要注意です。もちろん忙しくて返信ができないこともあると思います。ですので返信できる時に既読をつけるようにしてください。そして仕事が忙しいということを言いたいがために、仕事の愚痴ばっかりになってしまったり、変に自慢げになってしまったりとか、愚痴にならないように気をつけてください。今回の内容はいかがでしたでしょうか。今後も恋愛や婚活について役に立つ情報をお届けしていきたいと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンをお願いします。またもしオーネットに興味を持っていただけたら、概要欄をご覧ください。そして実際にお相手候補を知りたい方は、オーネットの結婚チャンステストをお試しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。